はいどうもまさしみゅーチャンネルです。今回ですね、視聴者の方からですね、送っていただいた小道具 ID を紹介したいと思うんですが、今日はちょっとね、いつもとちょっぴり変わった、小道具の紹介をしたいと思います。こちらなんですけれども、ツイッターのまさしみゅーツイッターの方に、送っていただきました。内容がですね、背筋がひんやりするような小道具たちを作ったので見ていただけると嬉しいです。内容は、夜の桜町を車で走っていると不可解な現象がというものです。ネタバレになってしまうので、写真とかはね、ちょっと僕も、見てないので、まあ、ここで実際ちょっと見に行こうかなと思います。本日のお相手はですね、無人島のお話で、2回連続登場いたしました生徒会長葵ちゃんです。まあ今の時間はどうせ白崎くんは学校にいるから、今のうちにこっそりハグしちゃおうと。まさしむさん、俺の彼女に手出してんの？え、いやいやいや違うよ白崎くん。俺はさ、ほら、だってゲームの主なわけだからさ、やっぱ何でもありっていうか、主だからって何でもしていいとは限りません。生徒会会長として取り締まります。痛い、ちょっと二人とも分かったから、もうしないから。てか白崎くん、それ殴り方ガチじゃん。はい、ってなわけでですね、じゃあその早速小道具のところに行ってみましょう。位置的にはですね、まずは車で桃組へって書いてるんで、じゃあ矢印の方に、桃組の方に、車でちょっと行きたいと思います。これ乗り物乗ってる時でもなんかワープできるようになったらいいのになって思うんですけれど、皆さんはどうですか？まあこのなんか運転してるのがでも良かったりするのかな。はい、もうすぐ、桃組のところに着きますが、矢印も、もうすぐですね。あ、なんか書いてる。何？お楽しみいただくためのお願い、時間を夜の8時以降にしてください。はい、じゃあまずちょっと夜の8時以降にしましょう。夜の8時以降、はい、じゃあ9時にしとこうかな。で、車に乗ったら視点変更ボタンを3回押して運転席からの視点に変更。はい、じゃあこの右上のこのカメラマークのところ、1、2、3、はい。で、運転速度は50キロから70キロを目安に、ちょっとゆっくりめね。で、車のライト点灯は、こんな感じ。はい、ライト、点灯させました。ではお気をつけていってらっしゃいませと。はい、じゃあ行きましょう。ここからですね。なんか、楽しみ楽しみ。なんかこういうの全然やったことないな。なんか作詞目で、なんか作詞目じゃないみたい。はいはい、右へ。なんか雰囲気出てきたな、雰囲気出てきた。あ、なんかちょっと待って、霧がかってる。霧がかってんねんけど、怖い雰囲気出てきていいね。ちょっとせっかくなんでね、ゆっくりめにゆっくりめに行きましょう。まあ50キロから70キロだからね、ちょっと、緩やかな走行で。何出てくるんだろう。あ、矢印が左、はいはいはい、左、確かトンネルの方やんね。トンネルの方にじゃあ行きましょう。何なんか、花束置いてんやけど。何、しかもさ、思いっきりなんかコーションのバリケードテープ貼られて、もう行くなって感じですけど。じゃあとりあえず行きましょう。はい、どんなことが待ってるのか。このトンネルの中はなんか出てくるのかな。あ、トンネルの中、もうね、先は見えてるんで特に何もなさそう。はい、で、はい、ここを、意外とね、ここのコースちょっとちょっと難しかったりするよな。はい、下っていきます。特にこの下るところは何もなさそうかな。このなんか一人称視点であんまり運転してないから、ちょっと、運転しづらいけども、もうすぐ下に着くかな。はい、あ、なんか書いてる。交番のおまわりさんに一緒についてきてもらい、レストラン方面へ向かおう。はい、あ、そこにね、権力さんいるもんね。じゃあ、あ、このなんか下レストラン、あ、レストランってちゃんと書いてくれてる。じゃあ、権力さんを迎えに行けばいいのかな。はい、じゃあ権力さんを行きましょう。はい、権力さんを連れて行くと、あ、何、びっくりした。何、びっくりした。何この子、
いや、権力さん、権力さん、な、いや、なんてこと一緒に座ってるんですか。気づくでしょ、権力さん。え、こっち見て、権力さん、ほら。いや、何とぼけてんの。なんで俺のこと見つめてんのよ。え、なに、びっくりした、この子。え、ちょっと待って、まあいいや、ちょっととりあえず、権力さん、じゃあ行きましょう。じゃあ危ないっすよ、この、え、なに、ねえ、一緒に遊ぼ。いや、ごめん、ちょっと今から俺、権力さんと遊ぶわ。権力さんと遊ぶ。びっくりした。何？いや、気づいてよ、権力さんも。いや、なんか真剣な眼差しで俺のこと見てるけど。じゃあもう、とりあえず一緒に行きましょう。あ、もう、どうせだったら、生徒会長の葵ちゃん連れてこればよかった。もう、なんで俺、権力さんのドライブ。てか、怖っ。びっくりした、今の。やってさ、作詞でちょっとね、こういうの俺さすがに想像してないからさ、逆にちょっと怖いわ。普通のホラーゲームしてる方が俺怖くないかもしんない。とりあえず今のところはただ住んでるだけで、特に何も見当たらないですけど、あ、なんか出てきましたね。何ですか。この先左方面、赤い橋を渡ってお帰りください。赤い橋、あ、あれか。はいはいはい。あの橋ね。ってことはじゃあ左に行くのかな？あ、そうですね。矢印も左って書いてる。あ、すごい親切、これは本当に。で、ここが赤い橋の入り口と。はい、じゃあ行きましょう。これ確かに帰りルートだもんね。なんか普通に渡らせてくれなさそう。なんかありそう。なんか橋になんかありそうでやだな。行きたくないな、ちょっと。まあでもさ、俺隣に誰が座ってるって、権力さんいるんですから、やっぱり警察官の方が一緒ですから、もうね、どんとこいですよ。うわー、ちょっと待って、いやちょっと待って、すげえ、手だ、手形がちょっとペチペチと、すごー、ちょっと待って、びっくりした。いや、演出がすごい、なんか演出がすごくてちょっと感動する。逆にもうなんかびっくりより俺感動買っちゃった。いや、でもびっくりした、普通に。権力さんなんか平然としてるのかな、今隣でどんな顔してるんだろう。すごい、あの真顔でなんか見てんのかな。はい、ちょっと待って、まだてか橋まだやもんな、橋まだやもん、もうちょっとだもん橋は。はい、で曲がって、これ確かに早く行き過ぎたらね、ちょっと面白みがなくなっちゃうから、ちょっとあんま早く行き過ぎないようにしなきゃ。はい、橋に着きますよ皆さん。橋が、うわ、なんか、なんかちょっと待って、なんかちょっと霊気が漂ってますけど、絶対なんかいるっしょこれ。ちょっと何、あー、待って、なんか先なんか人がいるわ。何、うわ、なんかさっきの女の子いるやん、これ。しかもさっきの女の子いっぱいいるし、なんだったら、1、2、3と、なんか若干向きも違うし。いや、待って、先の方になんかある。なんかあるぞ、先の方に。いるぞ、なんか書いてるぞ。何？一緒に遊ぼうよ。いやー、ごめん、ちょっともう帰る。もう、権力さんともうちょっとなんか、あっちの交番に帰る、もう俺。もう俺も警察官ってことにする。はい、橋抜けた。はい、次。ねえ、どこ行くの。いや帰るってば、帰るのよ俺は。もう帰るの。なぜか知らないけど権力さんと一緒に帰るの。一緒に遊ぼう。いや、もう権力さん遊んであげて。権力さんが遊んであげて、もう俺は帰る。じゃあ権力さんもここ置いていこうかな。もう置いていっちゃおうかな、権力さん。はい、で次。あ、まだなんか書いてんな、これ。結構すげえ長いぞ、ボリュームがある。どうして帰っちゃうの。理由は、あなたのこと知らないから。はい、あなたのこと知らない。知らないもんだって。知らないもん、友達じゃないから。だってなんだったら権力さんもさ、気づいてなかったし。何、ねえ遊ぼ、ねえ、めっちゃ言うやん。めちゃくちゃ俺と友達になりたがるやん。いや、俺じゃないのか、もしかして。待ってよ、冷静に考えたら俺じゃないかもしれない。権力さんとずっと一緒に座ってたんでしょ。権力さんと友達になりたいんじゃない。俺とばっちりちゃう、こんなん。
俺とばっちり説歩くねこれいやだったらさ、俺権力さんマジで連れてこんかったよかった。こんなに権力さんをちょっと恨む日はない本当に。でももうそろそろだってさ、ほら下着くよ、もうこの山終わっちゃうよ。あ、なんかまた矢印があるな。はい、右ですね。はい、わかりました。右行って、あ、ここにもなんか矢印がある。なになに、この先左方面。はい、あ、左に行くのね。左って多分道順かな、こっちかな。あ、よかった、なんか安心する。あ、なんか街並み見えた、安心するわ。もうね、帰ろ、お家帰ろ、お家帰ろ。あれ、ちょっと待って、何、行かしてくんないの。何、直進してください。え、行かしてよ、街の方行かしてや行かしてや、街の方。もう直進ね、わかりました、直進します。はい、で、あ、お疲れ様でした、この先出口です、やって。あ、よかった。じゃあ行きましょう。あれ、この先って何だったっけ。まあでもさすがにあれやんね、街の方続いてるよな。え、ちょっと待って、ふふふふふ、え、ちょっと待って、やばい、やべえ予感しかしねえ、やべえ予感しかしねえ、もうやべえ予感しかしねえぞ。うわ、右向きたくない。なあ、なに、ちょっとちょっと待て、なになになに、待ってたよ。いやいやいや、待たなくてよろしい、待たなくてよろしいから。え、もうここ行き止まりかな。ちょっと、もうちょ、ごめん、もう引くわ、もうごめん、君のこと引く、ごめんな。いや強、いや、めっちゃ強え、幽霊めちゃ強え、びくとも動かねえ。え、ここで終わりかな。ちょっと降りますか、降りるか、せーの、はい。ちょっと待って、あ、ここで終わりだ。うわ、これやーべ、怖っ。待ってたよの文字で終わりか。うわ、びっくりした、あ、びっくり、あ、じゃあ権力さんだった権力さんだった、そうやった、権力さん隣乗せてたいや違うよ、権力さんさ乗ってるもんやと思うからさ、出てきてびっくりしちゃった今。はい、というわけでね、この子ね、顔は見えないのかな。あ、顔はちょっと見えない、髪の毛でちょっと覆われてて見えないんですけれど、いやすごいね、まあ、ここはどうやら、まあ、ゴールだったみたいで、はい、結構ね、しかもね、結構長い時間楽しめたコースだったんで、はい、ぜひね、皆さんもこのコース実際にね、ちょっと細かいとこね、僕は端折ってるんで、なんかね、手形のとことか文字とかね、このなんか、橋のね上に、何人ぐらいいたっけ、 3,4 人いたよね。ね、あれもね、よく観察できると思いますので、ぜひ皆さんも、見に行ってみてください。はい、というわけで今回はこのぐらいにしときたいと思います。また皆様からの小道具 ID、他にもですね、小ネタバグとか、いろいろ何かありましたらですね、ぜひぜひまさしみゅ Twitter の方か、もしくはですね、たまに、募集しているコミュニティ欄、 YouTube のコミュニティ欄の方にも書き込んでみてください。よろしくお願いします。でもなんかこういうのもね、すごくね、浅くしみの新しいなんか遊び方な感じがして、すごく、個人的にも面白かったです。ありがとうございます。それじゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。まさしみさん、お言葉ですが、もう手は離していただいてもいいのでは。だって怖かったんだもん。そうですか。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。